スペンサー銃、スペンサー連発銃は、艦上弾装装填式のレバーアクションライフルである。南北戦争中の北軍、特に騎兵隊に採用された。しかし当時の標準装備である、前装式ライフルマスケットを置き換えることはなかった。スペンサー騎兵銃は騎兵向けに単銃進化された、カービン。設計は、1860年に、クリストファー・スペンサーによって完成した。 スペンサー銃は、銃弾として、56から56スペンサーリムファイアカートリッジを使用する設計のレバーアクション式、連発ライフルであった。スペンサー銃を使用するにあたっては、まず、スプリングフィールド M1873 トラップドアのように撃鉄を手動で、ハーフコックの位置にし、レバーを起こして、使用済みの薬莢を排出、レバーを倒して、環状弾倉から、 新しいカートリッジを薬室へ送って、遊亭を閉鎖する。射撃の直前に撃鉄をフルコック位置に起こす必要があるため、ヘンリーライフルのように一挙動で脱げ包み、装填の動作を行うことはできなかった。スペンサー銃は弾を次々と発射できるように、重傷内に環状弾装を内蔵し、リムファイアカートリッジ7発を装填して使用した。 空になった時には、重傷の消火側から、弾薬送り用のバネチューブを抜き取り、弾倉の中へ、新しいカートリッジを一つずつ落とし込むか、または、ブレイクスリーカートリッジボックスと呼ばれる弾薬庫を、用いて素早く装填することができた。ブレイクスリーカートリッジボックスには、各7発入りの装填用チューブが、複数本入っていた。 チューブ6本入りと10本入りと13本入りがあった。開いた、環状弾倉に装填用チューブを当てがうことにより、弾薬を一挙に流し込むことが可能であった。スペンサー銃のオリジナルの銃弾は、本重要に開発された、56から56スペンサー弾であった。後世の弾薬の表し方と異なり、56から56。 の最初の56は薬莢後部の直径。2番目の56が薬莢全部の直径を表す。実際の弾丸直径は0.52インチだった。カートリッジには45グレインの黒色火薬が充填されていた。カートリッジには56から52、56から50もあり、56から46のバージョンさ最小数が作られた。それらは オリジナルの56から56よりも、光景を小さくした、ネックダウンバージョンであった。カートリッジの長さは、環状断層と機関部の制約のため、約1.75インチに制限された。時間が経つと、オリジナルの56から56以上に威力と射程を増すために、より小さい直径、より軽い弾丸、より多い装薬量が求められ、そうしたカートリッジが作られた。 それらは当時の合計0.58インチのライフルマスケットとおおよそ同じくらい強力であったが45から70と50から70ガバメント団のような他の初期の実報の企画と比べて威力不足だった。当初陸軍省は保守的でスペンサー連発銃の軍への導入を遅らせた。しかしクリストファー・スペンサーは結局 エイブラハム・リンカーン大統領に越見することができた。彼は射撃協議会と兵器の展示会に大統領を招待して、スペンサー銃の性能を大統領に見せた。リンカーンは、スペンサー銃に感銘を受け、それを採用し製造するよう命じた。スペンサー連発銃は、最初にアメリカ海軍、次にアメリカ陸軍によって採用され、南北戦争で使用された。 アメリカ連合国は時折この銃とカートリッジを露獲したが、薬莢の原料となる銅の不足と信頼性のあるカートリッジを製造するだけの工業力がなかったため、弾が不足して十分にスペンサー銃を活用することができなかった。注目に値する早期の使用例は、フーバーズギャップの戦闘とゲティスバーグの戦いである。戦争が進むにつれてスペンサー銃は、 多くの北軍機兵と機上風評連隊によって運用され火力が増強されるに従って北軍に供給されたスペンサー機兵銃 M186550 後継スペンサー銃は持続可能な毎分20発以上の発射速度とともに戦闘という状況下で非常に信頼できることを示した毎分2から3発の発射速度の標準的な前奏銃と比べて これは重要な戦術的な利点だった。しかし高い発射速度の利点を生かす効果的な戦術はまだ開発されていなかった。また、当時の軍隊では、マスケット銃時代のように鉛の塊と黒色火薬の補給を受けて、各自がカートリッジを作る前提で補給が考えられており、銃、銃弾の統一が図られていなかった。そのため、 予備弾薬を運ぶための補給及び、市長の機能が極めて不十分であった。1860年代後半に、スペンサー社は、フォーガティライフル社に、そして最終的に、ウィンチェスター社に売却された。生産終了までに、およそ20万丁のスペンサー風標銃、スペンサー機兵銃が製造された。いくつかの国では、初めて採用された、弾装装填式銃であった。 後に、多くのスペンサー銃が余剰品として、フランスに販売され、1870年の、不屈戦争で使用された。スペンサー車が1869年に、倒産したという事実にもかかわらず、弾薬は1920年代頃まで、米国内で販売されていた。後に、多くのスペンサー銃が、リムファイア方式から、センターファイア方式に改造されて、新中製。 50から70センターファイアカートリッジを撃てるようになった。この弾は現在も一部の専門店で取り扱いがある。南北戦争後アメリカで余剰となったスペンサー銃、スペンサー騎兵銃が幕末の日本に輸入された。当時の基本では英語のスペンサーカービンよりも乱語読みのスペンセルカーバインと呼称される方が多い。 総督府の発注で慶応4年に大村増次郎が横浜で入手した際の価格は1兆37ドル80セントと記録されており当時の官軍主力銃であったスナイドル銃の価格に比べると4倍近くも高価であった。幕府不評体と主に佐賀藩、黒羽藩が購入して装備し母親戦争で使用したが高さに加えて 専用弾薬の入手難易度が高いため、弾薬補給の観点から他の輸入銃に比べて数は多くはない。この他に、愚ハンの両装体も装備していたと見られ、少数とはいえ倒幕、砂漠双方で使用していたと言われる。合図藩士の山本角馬は長崎でスペンサー騎兵銃を購入し、合図にいた妹の八重に送った。彼女が、 母親戦争の合図赤松城老城戦で城に入り、この銃で奮戦したエピソードが知られている。八重の桜で八重を演じた、綾瀬遥は、戦闘のシーンで、実物と同じおよそ5キログラムある、戸井田工業のステージガンを抱えて走り回る。必要上、腕立て伏せをして、腕力を鍛え撮影に臨んだという。西南戦争後の1878年当時、 この絵方兵大隊では、スペンサー銃が、主力小銃となっていたが、銃剣装備が不可能であったため同年の、竹橋事件では、スナイドル銃の方が良いと言われたという。当時の記録にも、合図の弓矢兵は、スペンセルとスナイドルの官軍に適するも当たわず等の記述がある。小林義夫、関の国を強調ピストルと銃の図鑑池田書店。 昭和47年初版、243ページ。小林義夫関の国を強調ピストルと銃の図鑑池田書店、昭和47年初版、242ページ。プロップガン制作、レンタル、制作実績有限会社、豊井田工業、沢地久江。火は、我が教中にあり、岩波書店、P51。ありがとうございます。